B. バップデラックスはイギリスのロックバンドである。リーダーであるビル・ネルソンを中心に1972年にヨークシャーで結成され、1974年にメジャーデビューした後、1978年まで活動した。音楽スタイルはギターサウンドを基調にしたポップなロックが中心であるが、後期にはシンセポップへのアプローチも見せた。 芸術家肌であるビルのワンマンバンド的色彩が強く、彼の思考を反映した SF 感覚や無双的な暗友を含むメランコリックな曲からストレートに見えてどこか奇妙な味わいを持つブギーなどが特徴的である。サックス奏者である父を持つなど音楽的環境に恵まれたビルはハンク・マービンやチェット・アトキンスなどのギタリストの影響を受けて早くからギターを始める。 コスモノオーツというアマチュアバンドを始めたビルに、ギタリストとしての才能を感じた父親は、当時高校生であったビルに後に、彼のトレードマークになる、ギブソン ES-345 を買い与えた。その後ミッドナイトキーパーズ、ティーンエージャーズなどの地元アマチュアバンドを経た後、地元ウェイクフィールドアートスクールに入ったビルは、ジミヘンドリックスや、 アートロックの影響を受け、スリーピースバンド、グローバル・ウィレッジッチを結成し初のレコーディングを行う。1970年に、第1期 B、バップ・デラックスの原型ともなる、ジェントル・レボリューション、フラグシップなどのメンバーを経た後、地元のレコード店などの協力により、事故のスタジオと共にインディーズ・レーベル、スマイルを設立する。1971年、スマイルより、 ソロ名義で250枚ほど初回プレスされた LP ノーザンドリームが BBC ラジオの番組トップギアショーの DJ でイギリスのロック界に影響力を持つジョン・ピールによって盛んにオンエアされたことからビルは有名になっていく。同時期 EMI ハーベストからプロ契約の話が持ち上がった。EMI が望んでいたのはビルとのソロとしての単独契約だった。 しかしビルはソロよりもバンドでの活動を計画しており、ビルと少年時代からの友人イアン・パーキンを中心に、ロブ・ブライアン、ニコラス・チャタートン・デュー、リチャード・ブラウンら、ジェントル・レボリューションなどからの旧知のメンバー主体のラインナップで B ・バップ・デラックスを結成していた。B ・バップ・デラックスは1972年9月に地元ヨークシャーのキャンバーランドホテルで初ライブを行う。 ビルは、バンドとしてのメジャー契約を目指し、一旦契約話を保留していた EMI に、ジェットシルバーザ、ドール・オブ・ヴィーナスと、ライダーズ・オブ・マイ・ラブのデモテープを送った。1973年4月、スマイルより、シングル版、ティーン・エイジ・アーク・エンジェル、ジェット・アット・ドーのリリースした。このシングルも、ジョン・ピールによってオンエアされ、ライブ活動と、相まって B、 バップデラックスの評判は上昇し、他のレコード会社数社も獲得に動き始める。これを受けて EMI は、同年8月、ロンドンのマンチェスタースクエアでオーディションを行った。また、BBC ラジオのトップギア賞のためのスタジオライブ録音も行った EN。1974年2月22日、マーキーでのライブの後、EMI と楽屋で契約を結んだ。 こうして、BE、B. バップデラックスは1974年6月ファーストアルバム美しきケニエをリリースするこのアルバムによって、BE、B. バップデラックスはポストグラム的評価を受けるがビルはデビッド・ボーイラーと比較されることを心よく思わなかったと後に述べているその後スティーブ・ハーレーコックニーレベルの前座としてツアーを行うが EMI が 他のメンバーの力量に不満を示し、ビルも同様に考えていたためバンドを解体することになる。ビルは、スティーブ・ハーレーコックニーレベルを脱退したポール・ジェフリーズ、ミルトン・リーム・ジェームズ、ミルトンに紹介されたもっと発見作の、サイモン・フォックスとバンドの再構築を図る。このラインナップで1975年よりレコーディングを始めるが、 発売中止となってしまうシングル、Between the World, Lights と、6度のライブの後、コックニーレベルからの二人はバンドを去る。残ったサイモン・フォックスに、オーストラリアのバンド、ミシシッピーのベーシストとして、イギリスに来たが、バンドと別れ、ロンドンに残ったニュージーランド出身のチャールズ・トゥ・マハイを、オーディションによって加え、B、バップ・デラックスは、トリオ編成で再出発する。 1975年5月、プロデューサーにクイーンを成功に導いたロイ・トーマス・ベイカーを迎え、ファーストアルバムに対して、よりプログレッシブなアプローチを行ったフューチュラマオリー・ディース。ベイカーが得意とする多重録音を駆使した、このアルバムからのシングル、魅惑の祝女がスマッシュヒットとなる。ライブのサポートメンバーであったアンドリュー・クラークが正式メンバーとなり、 1976年2月、ジョン・レッキーとビルの共同プロデュースによる、炎の世界をリリース。アルバムが、全英17位、シングル、闇夜の公開が、全英23位となり、ライブステージの完成度なども含め高い評価を受ける。この後、レッキーとビルの共同プロデュースは、B、バップデラックス解散後のレッドノイズまで続く。 以上3枚のアルバムはすべてギターに関係したタイトルが付けられており理由としてこれらはギター中心の音楽を追求したことの暗優であるという意味のことをビルは述べているアメリカでの実質デビュー作となった炎の世界のリリースに合わせて1976年3月よりスティクスエレクトリックライトオーケストラなどのサポートとして全米ツアーを行った後 1976年10月、LP 片面半分が組曲というコンセプチュアあるな、モダン・ミュージック・オリー・ディース。その後、ニュージーランド国籍である、トゥマハイの就労ビザの問題等が起こるも、ビー・バップ・デラックスは、人気、パフォーマンスともに最盛期を迎える。 1977年7月、LP1 枚、EP1 枚の2枚組という変則的なライブアルバム、ライブの美学をリリース。前衛10位とライブアルバムとしては、異例のセールスを上げる。ビル自身が、アルバムの内スリーブに、77年春のツアーとの文を書いているため、ライブ音源は、モダンミュージックツアーからとされる場合が多いが、モダンミュージックからの選曲はない。 1978年2月にリリースされたプラスティック幻想でこれまでのギターを中心としたバンドサウンドから大きくシンセポップ的なサウンドに変化する。このアルバムはその後流星するテクノニューウェーブに対するビルの先見性が認められるもので新たな評価を得たものの従来のビーバップデラックスの音楽性を求めるファンを失う結果にもなった。 アルバムリリース後、数度のライブを行うものの、ビルは B、バップデラックスとしてできる音楽は終わったとして、バンドを解散する。ビルは、アンドリュー・クラークや、実定のヤン・ネルソンらと、テクノポップバンド、ビル・ネルソンズ・レッド・ノイズを結成。1979年、触れないで。僕は、エレクトリックをリリース。その後ビルは、内省的なソロプロジェクトに移行する。 現在も活動中。チャールズ・テマハイは、元ウィングスのジミー・マカロックらとザ・デュークスでアルバムを1枚出した。あと、1985年、ニュージーランドに帰る。1995年、心臓麻痺で死去。サイモン・フォックスは、トレバー・ラビン、スティーブ・ヒレッジなどのツアーサポートを行う。現在は、音楽業界から引退。ポール・サットン・リーブス。 ミュージック・イン・ドリーム・ランド、ビル・ネルソン・ビー・イーバップ・デラックス、ヘルター・スケルター・パブリッシング200、2008,ISBN1-9051-3929-2BILLNELSON.com 内ディスコグラフィーページビル・ネルソンは、インタビュー等で、ビバップと発音しているバンド名にある、ビバップ的な曲は演奏していない。ビル・ネルソンのプライベートギターコレクション。 インタビュー記事月刊 YMM プレイヤー誌2007年3月号、CLING TO THE Sky という曲が地味に捧げられている。数回追加プレスされており、1000枚はプレスされたとされている。内容は、ノーザンドリームのリメイクなど。リチャード・ブラウンは、この録音後に家族の反対で脱退している。フューチュラマでは、ビルがキーボードを弾いている。ジャケットの燃えるギターは、 ステージでギターを燃やした地味に対するオマージュ。アシェはギターのインゴ。フツラマはイギリスのギターブランド。サンバーストフィニッシュとはギターの塗装方法。ビルネルソンインタビュー月刊ストレンジデイズ氏ナ、no. ンバーワン512012年6月号。ベイバンの LP は白のカラーレコードで EP は12インチ。ジャケットも 米版以外がすべてモノクロであるのに対し一部着色してある。これは米市場に対するささやかな差別化である。ありがとうございます。